はい、あるです。お疲れさんです。はい、今回はね、なんとですね、ニコンさんから機材をお借りすることができました。はい、もうね、まさかですよね。もうほんまね、自分にこんな、タイミングが来るとも思ってなかったんで、もう最初ね、ご連絡いただいた時は、すっごいびっくりして、ほんまですかって聞いてしまったぐらい、ちょっと驚いたんですけど、はい、一応ね、今回まあそんな機会をいただきまして、ニコンさんにね、機材をお借りしました。はい。で、今回はね、今ね、ちょっと全然絵に動きがないんですけど、そのね、借りた機材でね、何をするかっていうのをちょっとまあご紹介できたらなと思うんで、写真はね、ちょっと今回一枚も出ないんですけど、はい、一応ね、そんな感じの動画になっております。はい。ではね、早速ね、ちょっとまあ機材をご紹介しようかなと思うんですけど、まずレンズからいきます。はい、今回ね、借りたレンズはこれです。はい。445ですね。はい。で、ほんまはね、445の予定じゃなかったんですよ。実はね。他にね、借りたレンズがあったんですけど、たまたまね、ちょっとタイミングが合わへんくて、まあそのレンズはね、今回まあ借りれなかったんで、まあ次回ね、タイミングが合うときに、そのレンズはね、お借りしようかなと思うんですけど、そのね、代わりといってはなんですが、今回はね、この445をね、お借りしました。はい。で、2年ぐらい前に、フィールドで、実際に視聴者の方に、僕借りてるんですよ、このレンズ。はい。で、撮影もしてるんですよ。で、まあもちろん動画も上がってるんですけど、まあその時にね、やっぱね、このね、コンパクトさ、この軽さで、描写の良さっていうのを、頭にね、やっぱりちょっと残ってて、で、一番驚いたのは、テレコン体制がやっぱり、強いっていうのが、一番印象にちょっと残ってて、なので、まあ今回ね、400mm ってちょっとやっぱ野鳥にしては短いんで、これにね、2倍テレコンつけてね、800mm。はい。で、F 値はちょっとまあ上がっちゃうんですけど、F9 か。になるんですけど、800の F9 でね。はい。今回ちょっとね、それで、野鳥をね、この445で、撮ってみたいなと。はい。思います。はい。で、実はね、このね、レンズね、もう一本借りてまして、よいしょ。それがね、これです。はい。100、400でございます。同じね、400mm なんですけど、このね、2本、やっぱりね、映りがね、ちょっとやっぱ気になるんですよ、僕自身ね。はい。なんで、こっちはね、ズームレンズなんで、テレタンの400。で、こっちはね、単レンズなんで、単焦点なんで、400mm。で、それぞれ、この 400mm でどんだけのね、この描写の違いがあるかっていうのを、比較、もしね、できたらやりたいなと思って、100、400も一応ね、念のためお借りしました。100、400は5.6 なんで、445はね、4.5 なんで、そこで明るさの違い等もあるんで、もしできんにやったらね、その辺の比較なんかもね、もしできんにやったらちょっとやりたいなと。はい、思っております。で、時間があったら100、400でも野鳥をね、ちょっと撮ってみたいなと思うんですけど、優先はね、一応445で野鳥を撮りたいなと思ってるんで、ちょっとね、時間の都合でどうなるかわからないんですけど、はい、一応ね、もしタイミングがあったらこのね、100、400でも1.4 のテレコンをね、かましてとか、生で、400のままね、撮ってみたりとか、いろんなね、もし、フィールドで試せんのやったら、野鳥の方をね、この100、400で撮っていこうなと思います。ただ、タイミングがもし合わへんかったら、野鳥の撮影はこの445だけになるかなと思うんですけど、はい、その辺はね、ちょっと臨機応変にね、ちょっと対応できたらなと、はい、いうことで、この2本のね、レンズをお借りしました。はい。で、実は、借りたのはレンズだけじゃなくて、よいしょ。ボディもね、実は借りまして、そのね、ボディがね、これです。でーん、ZF です。はい。ZF をね、今回お借りしました。で、ZF なんでね、スナップもいいかなと思ったんですけど、やっぱりね、先から言ってるように僕野鳥やっぱ撮るのが多いんで、このね、ZF でね、野鳥をちょっと撮ってみたいなっていう思いが、だいぶ強くて、はい。今回ね、ちょっとお願いしてお借りしました。なんで、この ZF は、863とドッキングして撮ろうかなと思ってるんで、今の予定では。
はい。それはね、ちょっとまたもちろんね、動画にもまするんで、またその時はね、見ていただけたらいいかなと思うんですけど、むっちゃ楽しそうじゃないですか、この ZF で野鳥を撮るって。ZFC で僕ね、以前ずっと撮ってた時があって、それもね、やっぱ楽しかったんですよ。ZFC で野鳥を撮るってね。はい。だからそのね、続編みたいな感じですね。はい。だから、この ZF でも野鳥を撮ってみたいと。はい。いうところなんで、これもね、これでちょっと楽しみやなと。はい、思うんですけど、ちょっとね、野鳥を撮るにはやっぱね、グリップがね、ちょっと足りひんので、ニコンさんにね、お願いしたらね、なんとね、このアクセサリーのグリップまで、はい、お借りすることができたんで、当然ね、これはこうドッキングして、アクセサリーのグリップをつけた状態で、ちょっとね、野鳥の方を撮っていきたいな、と思います。はい。でね、今回まあこの3つの機材をお借りしたんですけど、僕ね、もう昔からね、ずっと言ってるんですけど、YouTube やりだした時からね、レビューってね、僕できないんですよ。得意じゃないんですよね、全然。レビュー自体が全然得意じゃないから、実際ね、この貸し出し機って、まあ、期間もね、ずっとね、まあ、自分の思いやったらね、もう、2ヶ月も3ヶ月もかけて、まあ、いろんなことを知れるんですけど、やっぱり期間が短いんで、そんなにね、がっつりね、掘り下げること多分僕できないんですよね。センスないんで。はい。なので、ほんまにね、体感的なお話とか、もう実際ね、作例を見ていただいて、どなたかのほんまに参考だったらええかなぐらいの感じなんですよ。まあ、普段の動画もそんなスタイルで、実はね、YouTube やり出した時も、きっかけがそうやったんですよ。まあ、僕がカメラやり出して、野鳥やり出してってした時に、このレンズでどんな写真撮れんねやっていうのがやっぱあって、YouTube 見てもね、当時全然作れてなくて、もうあってもね、プロの方の、まあ写真とかやったんで、あんまりね、参考できないですよね、僕らみたいな素人は。なので、まあ僕みたいな素人でも、まあこれとこれを使ったらこんな写真が、まあ僕みたいなやつでも撮れますよぐらいの感じで、まあどなたかの参考になったらいいかなと思って、僕 YouTube もやり出したんで、今回もね、このね、まあ ZF でも、まあ他のレンズ2本でもね、まあそんな感じ感じでね、ちょっとまあ使っていけたらなと、まあ思ってるんで、前提として、まあ借り物ですけど、実際僕が楽しめてなんぼやっていうのもあるんで、僕が楽しくないとやっぱりね、こう思いを入れれないんですよね。趣味なんでね。なのでこの ZF で野鳥を撮ってみたいみたいなね、めちゃめちゃワクワクしません、こんなだからそういうなんがやっぱ基本ベースで、まあ僕はね、まあやってるんで、まあ今回もね、はい、借りた機材ね、すべてやっぱこう楽しみながら、もちろんね、やっていきたいなと思ってますんで、はい、まあ、そんな感じでね、ちょっとまあ、見てる方もね、ちょっとまあ、楽しんで いただけたら、まあ、一番いいんですけど、はい。ということでね、このね、三つの、この機材を使ってですね、まあ、次回以降の動画っていうのが、おそらくね、この借りた、まあ、機材での、動画が多いとは思うんですけど、はい、もしね、まあ、どなたかの参考になるんであればね、はい、まあ、見てね、楽しんでいただけたらありがたいかなと。はい、いうところでね、まあ、今回この辺で終わりたいと思います。はい、それではお疲れ様でした。バイバイ。